日本東京都台東区、駒形、駒形堂、あず橋、名所江戸百景より、歌川広重が、駒形堂駒形は、東京都台東区の町名。現行行政地名は、駒形1丁目及び、駒形2丁目。郵便番号は111-0043。東京都台東区の東部に位置し、墨田区との草境にあたる。区分は1丁目から2丁目に至り、 通り沿いを中心に商店とオフィスビルが多く見られる。他、住宅地もある地域となっている。付近には、隅田川とそれにかかる駒形橋と馬屋橋がある。駒形の名は、戦争時に属する駒形道に由来する。この道は、天行五年、平行宮火によって建立され、延仁作の馬刀観音を祀るために建てられたのが、起こりであると伝わるが、古くは、 戦争時の葬門があった場所であるとも言われる。なお、土地の人々によれば、駒形の読み方は、駒形と気よく発音して駒形とは濁らないという。ここは古来交通の用地で、駒形の私のあったところである。江戸の公説に、有名な、君は今駒形あたりほととぎすの区は、文芸、美術などの上で、駒形道とともに、このあたりの雰囲気を伝えている。 駒形堂は関東大震災以前は、現在の駒形橋の田元南側にあり、江戸時代その周辺を駒形町と称したが、この駒形町の町域は、原駒形2丁目6から7番地と駒形1丁目7番地の一部、すなわち原駒形のおよそ4分の1にあたる範囲だった。明治以降、駒形町近隣の諏訪町や黒船町などを合併。 またその中で近隣の小部吹町に一旦は、編入された地域も組み込むなどして、町域を広げ、昭和9年に駒形はじめに丁目となった。昭和39年住居表示の実施により、町内で町名の振り分けについて再編成が行われ、現在に至っている。2020年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。万代本社東京地下鉄東京都交通局。ありがとうございます。